ミッドナイトリュートはアメリカ合衆国の競争場、シュボバ。2007年、2008年のブリーダーズカップスプリント、連覇など G1 競争で3勝を挙げた。2007年度エクリプス賞最優秀スプリンター。1歳児にキーインランドで行われた1歳馬市場に出品され7万ドルで購買される。2歳児に カリフォルニア州を拠点とするボブ・バファート旧社に入った。2005年2006年7月末にメイドンでデ,デビュー。パッド・バレンズ・エラを背に、初戦勝利を挙げた。しかし後に、全名症を患い、この治療のために、長期の休養を余儀なくされた。1年後に復帰すると、アローワンスに戦を2着、1着として、秋を迎えて、重症初出走となった。 ペリービルステークスを4馬身長の差で制し、重賞初勝利を挙げた。年末には、マリブステークスで G1 競争に初出走、3着となりこの年のシーズンを終えた。2007年、翌2007年は、初戦のサンフェルナンドブリーダーズカップステークスこそ、オーサムジェムの花差2着となったが、この頃より、再び全名賞の影響が出始め、続く、 G2 競争2戦をいずれも4着と破れる。その後、再び喉の治療のために、秋まで休養に入った。休養中に、喉軟骨の突起を抑える手術を受け、9月に、サラトガ競馬場のフォアゴーハンディキャップで復帰。2番人気に指示されると、第4コーナー戦闘からゴールまで押し切り、G1 初勝利を挙げた。この時点で、バファーとは、本馬について、 距離適性について、ロクハロンは短すぎると語っていた。しかし、スピード能力を数値で表す、ベイヤー指数では、この年全米で出走したサラブレッドの中で、最高数値となる124と算出され、前言を改め、ブリーダーズカップスプリントを目標とした。その後、当初前哨戦に予定されていたボスバーグステークスを回避、スプリントに直行となった。当日は、 この前日まで降り続いた雨により非常にぬかるんだ、ババで競争が行われた。しかし一番人気に支持された本馬は全く苦にせず、イデオットプルーフ以下に4馬身以上の差をつけ、G1 連勝で、ブリーダーズカップ制覇を果たした。この後のシーズンも競争を続行、シガーマイルハンデキャップに出走したが、ダーハーの日着に終わりシーズンを終えた。翌1月、 当年のエクリプス賞が発表され、最優秀短距離ボバのタイトルを受賞した。2008年その後は2008年の初戦に備えて、調教を積んでいたが、この最中にかかとを痛め休養に入る。8月にパット・オブライエン・ハンディキャップで復帰したが、10着と大敗。その後は秋まで出走できず、連覇を目指すブリーダーズカップスプリントに、前年と同様に直行した。 当日の一番人気は、この年、G1 競争2勝のストリートボスに譲る。しかしレースでは、道中最後方から第3コーナーで一気に位置を上げ、最後の直線では逃げたフェイタルブレッドをかわして優勝。スプリント史上初の連覇を達成した。2008年のブリーダーズカップスプリントを最後に、競争場を引退。以後は、ケンタッキー州のヒルンデールファームで、種ボバとして強要されている。 S, S イコールステークス、H イコールハンディキャップ、BC イコールブリーダーズカップ。金量は一律にキログラム換算。ありがとうございます。